建設計画が進められていた橿原市役所の新しい本庁舎について市は現庁舎の場所での建て替えを取りやめて現在分庁舎があるホテルとの複合施設に庁舎機能を集約する新たな案を示しました新たな案は昨日開かれた市議会の特別委員会で市側から議会に示されたものです この案は複合施設ミグランスの運営会社との契約が終了する2038年以降に現在ホテルとして使われている5階から10階部分を庁舎用に改修しようというものです今の本庁舎の機能はミグランスに集約するまでの間柏原万葉ホールなど市の施設に分散させる計画です先月の委員会で亀田市長は 厳しい財政状況などから建て替え計画を20年後に先送りする案を示していましたが今回の案は庁舎の建設そのものを取りやめるもので市議会からの支持がどの程度得られるのかは不透明な状況です市役所の住所の変更には議会で出席議員3分の2以上の同意を得て条例を改正する必要もありますが 亀田市長は、12月議会での条例改正案などの提出に意欲を示しました。限られた予算の中で、より効果的な案が、今回お示しさせていただいた案であるというふうに、確信を持ってです、ね、議会の皆さんにしっかりと理解を求めていくという、これに力を入れていきたいなというふうに思っています。